の合った型を見せたのは空手界期待の三つ子の中学3年生、片岡優月さん、水木さん、昴生さんです。家を訪ねてみると、おはようございます。部屋の中にはこれまでに獲得したメダルやトロフィーがずらり。450くらいあります。そんな三つ子が日本一を目指し挑んだ全国大会にゼロは密着しました。3人が空手を始めたのは3歳。自分がちょっと空手をやってたので、まあ、空手教室に、まあ、健康のために通わせようっていうのが最初。生まれた時の3人の体重はわずか 2000g。 健康に育ってほしいという両親の思いから空手を始めました。普段は道場で練習を積んでいる3人に、父純一さんは仕事のない日などに独自のメニューで指導しています。それが、動物モノマネトレーニング。子どもたちが楽しみながら空手に重要な下半身を強化できるようにと考案しました。母静香さんは食事面でサポート。もういっぱいある。すごい。箱から取り出したのは料理ノート。献立と、あとなんか何か病気した時はこっちとかに書いて、10年ぐらい続けてますね。毎日の献立と3人の体調を記録してきました。この日のメニューは卵とわかめのスープと野菜たっぷり特製ビビンバ。野菜がたくさん取れて、脂質、タンパク質と結構意識して作ります。記録で残ってると、あ、こうしたら一番食べたなっていうのが。おいしい。おいしい。両親のサポートを受けた三つ子は全員が日本一を経験するなど世代トップクラスに成長。中でも水木さんと柚木さんは去年全国中学生選抜大会の決勝で対決。勝利したのは妹の水木さんでした。今年も全国大会に出場する2人。水木と戦うまでは絶対に誰にも点を取られないようにして、今年は優勝したいです。同じ世代で負けたらもうこの先もなんか世界とかで戦える選手にはなれないと思うので、選抜はそういう気持ちでやっていきたいなって思います。大会2日前、最後の追い込み練習を覗いてみると、弟の昴生さんが練習をサポート。まず怪我させないようにやると、女子の練習したい技がやりやすいように、今回も1万回ずつ決勝で覚えたら嬉しいです。そして大会当日、2人が出場する組手は1対1で戦い、突きや蹴りなどでポイントを多く取った方が勝ちとなります。家族も応援に駆けつける中、まずは妹みずきさん。前回優勝者としての実力を発揮し決勝進出。一方、姉の柚月さんは力を出し切れず、まさかの3回戦で敗退。悔しさがこみ上げる柚月さんに寄り添う水木さん。兄弟対決はできなかったので、まあ、自分が優勝するしかない。勝ち残った水木さんは姉の思いを背負い、日本一になると決意を固めました。迎えた決勝戦。
ゆずきさん、こうせいさんもスタンドから応援します。試合は同点のまま、残り時間は20秒。そこ抜くなよ、冗談好きが決まり勝ち越し。優勝まではあと4秒。残り1秒を切ったところで相手の冗談好きが決まり同点に。同点の場合、先制点を取った方が勝利のため、あと一歩で優勝はなりませんでした。試合後、涙を抑えきれませんでした。それでもこの悔しさをバネに三つ子の挑戦は続きます。自分が決勝行って、1位取るっていう気持ちで行ったんですけど、負けてしまったので、そういう残り何秒とかの試合展開とかも練習していけたらなって思います。瑞希が決勝で惜しく負けちゃったので、自分も悔しいです。やっぱり決勝で負けちゃったのは自分が負けたらと同じくらい悔しかったです。勝てるように練習していきたいです。